はいどうも、虹色ライダーでございます、はい、はい、お昼ご飯、はい、食べましょうよ、食べましょうよ、ここですね、はい、駐車場ですけど、はい、五条原八神くんが前行ってた、そうです、私が札幌で一番おすすめのラーメン屋、これが五条原でございます、いやー、痛かった、あ、まあ、今回旭川はね、ちょっと延期に なったんでね、そうですね、ここでまずは、はい、ぜひ低加水麺を、低加水麺でございます、堪能しようかなと、粉っぽさが売りでございます、楽しみ、ぜひ今ね、群青さん待ちなんで、はい、そうですね、ここで待ってますけど、はい、今日はとても暑いです、いやー暑いんすよ、暑いけどもラーメン食べましょう、そうなんですよね、暑いけどラーメン冷やしラーメン行かないでください、醤油ラーメン醤油ラーメン行ってください、おすすめの醤油ラーメンで汗かきながら食べましょう、よっしゃ、久しぶりにラーメン、普段あんま食べないから、そうですよね、うん、楽しみ、ラーメン好きなんでね、ありがとうございます、全然好きなんで、まあ、体にはねあんまりヘルシーではないけども、まあまあ、まあ、たまにはいいでしょう、うんうん、行きましょう、楽しみです、群青さん早く来てくれ、早く、ラーメンです、ラーメン食べましたね。いや食べましたよ。ごちそうさまでした。いやどうでした？大変美味しかったです。よかった。いや素晴らしい。ね。よかった。群青さんも美味しかったよね。もうあれですね。やっぱり美味しいところの共通点っていうのは、はい、うん、味がしっかりしてるという。なるほど。うん、つまり醤油頼んだのに、こうもう味噌醤油、味噌醤油どっち？もうどっちももう3つの醤油美味しい。確かにもうスープが醤油ラーメンっぽくないスープなんですよ。そうだね。そうかと思わせるぐらい、ね、あれは豚骨がしっかり入ってる。非常に美味しいスープでございます。そして美味しい。そしてあのシャイなお姉さん一人で来てましたよ。うん。ごちそうさまでした。あ、言ってましたね。うん、あれですよ、すべてが物語ってました。あそこに食べこの、あの言葉ですよ。ああ、シャイなお姉さんも、思わず、ごちそうさまでしたと伝えたい。それは聞いてます。
てましたか。もう作ってる側に、はい、もうなるほどって、うん、これぞ名店ありと、うん、いうことですね、うん、なるほど。あのお姉さん2人がちょうどトイレでいない、はい、俺一人で座ってる時に、はいはい、めっちゃ俺の顔ガン見してた。あれあら、ちょっともしかして虹色ライダー視聴者じゃないですか。まさかのコメントください。よろしくお願いします。見るわけにはいかないと思ってやめたんですけど、ここは、ね、いやありません、可能性ありません、全然770。いや本当美味しかったね、はい、った本当あのなんだろうな、くどくないね、はい、そうなんです、くどくないの、いや そうですね確かに、うん、人数寝てないのにもうすんなり食べれましたから。で麺のちょうど良さ、低下水麺いいね、ありがとうございます、素晴らしいですよ、低下水麺の魅力に気づいていただいて、うん、ありがとうございます。あれはすごい癖になるの分かりますわ。あれはうまい、卵麺じゃないですか。そうなんです、卵麺じゃないんですよ、札幌ラーメンのいわゆる卵麺ではなく旭川ラーメン、うん、粉っぽい麺、それが低下水麺、低下水麺すごく美味しいですよ。だからね、はい、ご上限、はい、ぜひ来たことない人、はい、おすすめですんで、おすすめです、食べてください、ぜひ住所とか載せてまーす。車でも来れるよ、うん、駐車場1、2、3、4、5台ありました、5止めれますから行けますよ、よかった、はい、ということで、はい、ごちそうさまでした、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいです。